1月23日火曜日、全国の天気をお伝えします。上空は冷たい空気が流れ込みます。日本海側は雪が降りやすく、西日本は平野部でも積雪の恐れがありますので、路面状況の変化にお気をつけください。また北陸以北の日本海側を中心に大雪となる恐れがあります。積雪の急増や吹雪くことによる視界不良、着雪などに警戒をしてください。また被災地では土砂災害や家屋の損害など二次被害の発生にも警戒が必要です。一方で太平洋側は日差しが届くところが多くなります。ただ西日本は太平洋側でも軒並み真冬の体感、関東では少し日差しのぬくもりを感じられそうですが、朝晩はぐっと冷えますので万全な防寒をしてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。